接応援に来てくださってる方々、それから YouTube で見守って来ていただいてる、見守ってくださった方々、おそらくそういう方々の中には、あの会社をちょっとお休みして見てくださってる方もずっといらっしゃったと思うんですけど、そういう方にはあの本当にごめんなさいっていうふうに、また頑張りますっていうふうに言いたい、申し上げたいと思います。あと2日テントで頑張るっていうふうにおっしゃってた方とか、2日なら頑張れる、でも3日はダメよっていう方とかいろいろいらっしゃる中で、あの天気も良さそうなので、なんとか頑張りますねっていうお話を皆さんとその食堂の周りとか、それからうちのロケットの展望所でお話をしたりしながら、まあ、あの明日帰る方でもロケットの打ち上げ見れないんで、明日帰る方にはちょっと直接お話をさせていただいて、あの少しでも種に引っ張り頭にしてよかったなと思っていただけるようにとか思いながらこうやってた2日間の方ですから、ちょっとその皆さんをまた裏切ってしまったなっていう思いがかなり強くてですね、心の中で、仕事的にものすごく重いこととは別の次元でそういうのを申し上げているものですから、ちょっと涙腺が緩みまして申し訳ありません。まあ、今日はこういう結果になりましたけれども、打ち上げのこの中止を受けて、あの次の打ち上げをいかにそのより信頼性高く目指せるかというのをみんなで考えていきたいと思います。もう今日から、今からそういうあの活動に入っておりますので、ぜひ皆さんあの、そこを見守っていただきたいと思いますし、今度の打ち上げこそ、万全の、まあ、万全のというのはそれ今までも万全なんですけれども、今日の天気のように晴れやかな気持ちで打ち上げもらえるように仕上げたいと思います。泣いて許してもらうとは全く思ってませんので、ちょっとそれは別なこととして理解いただきたいと思います。あの本当にしっかりと打ち上げを一日も早くできるように頑張りたいと思います。